さあさあ、じゃあ続いてですね、こちら行ってみましょう。よいしょ、小さい頃の夢は何でしたか、やっぱり歌手とかなんでしょうか、ということで、まあ、歌手じゃない夢をね抱いてた方もいるとは思うんですが、まあ、これだけ歌が上手いとね、みんな歌手なのかなとこうぼんやり思ったりするんですけど。はい、じゃあ千葉さん、小さい頃の夢何でしたか。ケーキ屋さんでしたね。あ、めっちゃ可愛い。ケーキ、なんか、ウェディングケーキって大半が偽物じゃないですか。なんてこと言うのこの子。それはどういう、どういう、いや、幼い頃それ全部本物だと思ってたので、あの、大きいウェディングケーキ作りたいって思ってました。え、でも偽物、ウェディングケーキって偽物なの。いや、違う、そうなの、知らなかった。あ、え、あれは本物ですよ。ごめん、ごめんね。違う、食べれないの。本当に本物ですよね。中身、なんか発泡スチロールとかなの。いや、違う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 。なかった、それはマジで。いやいや、ウェディングケーキは。え、どういうこと、どういうこと。本当に話、え、マジでショックなんだけど。え、嘘、偽物なの。え、え、動揺が広がっております。動揺が広がっております。ウェディングケーキって偽物なの、あれ。ちまさん、どうすんだよこの空気。いや、本物だよね、本物です。全部俺が本物のケーキを作るってこと。そ、あ、そうです、そうです。ちっちゃい頃はそう思ってましたね。なるほどね、なるほどね。一体誰がちまさんにそんなデマ教えたんだろうね。全部ケーキのはずなのにね。おかしいな。じゃあちょっと、まあ、ショックも広がっておりますが、じゃあトコちゃん、小さい頃の夢何でしたか。今のショックで記憶が…ちょっと僕もだいぶ記憶飛んだんだけど、多分立派なケルベロスになりたかったんだよね。いいね、いい夢だね。いや、でもなんかその職業としての夢って別になかったな。あ、あんまり深く考えたことなかったんだ、そのあたりは。なんかね、美味しいもの食べて幸せに生きられたらそれでいいかなって思ってた、ね、究極の幸せだね、それはね。人間みんな最終的にはそこ着地点ですからね。そうそうそう、なるほどなるほど。さあさあ、じゃあスイちゃん、ちっちゃい頃の夢なんでしたか。セーラームーン。そっか、なれるよ、スイちゃんなら今からでも。はい、なれるよ。日の光は愛のメッセージ。そんなやつあったんだ。うん、そうだった、ちょっとわかんない。でもね、でもね、なんか子供の頃ってたくさんコロコロ変わるじゃん。まあ確かにね。そう、コロコロ変わる中の一つにセーラームーンがあって、コロコロ変わる中の一つにアイドル歌手もあった。あ、あったんだ。ありました。やっと望んでた答えが来ました。そうですね。嬉しい。よかったね、最後にしといて。求めてたらこれやろ。やったぜ。もうちょっとね、振りがバッチリ来ましたね。さあさあ、僕